はい、こんにちはです。今日はね、久しぶりに、あれやってみようかなと思って、地獄のやつ、地獄の居住練習。この間の公式でね、ブルース・ヘイがこんな練習の動画撮ってんのに、58点という、非常に悲しい点数だったわけなんですけど、昨日ね、ちょっとね、クラブマッチだったんですけど、まあ88か。で、ブルーズアイマッチもね、まあ0点一発打っちゃったんだけど、まあなんとなくね、やっと、兆しが見えたなって感じで、その気を良くして、早速、勢い乗って行ってみたいと思います。まあ昔、地獄の居住練習と称してやってたんですけど、まあこれはね、エアピストルやってる方からね、教えていただいた練習方法で、まあナショナルチームにいた方なんだけど、まあ、居住練習いつもやってるやつの、まあ、なんつうのかな。最初に教わった練習方法。50秒10回やって、60秒10回やるというですね。かなり長丁場。単純に考えて50秒10回だから、5分。で、休憩も50秒入るから、10分。で、60秒。で、そうだね。40分ぐらいかかんの。なんか、計算がよくわかんなくなってきちゃった。まあ、のんびり行ってみましょう。じゃあ、早速、いつも通り、居住練習です。50秒、まず50秒からいきます。ね、APS3 はね、ここだけカチンとできて、視野を落とすことができるんで、おっと、15大丈夫だったかな、今。カチンで。これをね、特性を利用して、こうして、この上だけやって、私、空気ちょっと入れますが、ね、これで構えて視野落ちる寸前のところまで持ってき、指をね、トリガーに指かけます。で、じっとしてるという練習法ですね。じゃあ早速いってみましょう。50秒1回目、長丁場になりますが、もしねお付き合いいただく方いたら頑張りましょう。じゃあいってみたいと思います。はい、スタンバイ、レディーゴー。まあ普通にブルーサイズの時と同じように、何でもかんでもルーティンから何から一緒にしてください。おお、長いね、やっぱ。今、本当にストップウォッチ止まってるかとか調べちゃった。で、50秒やったら、50秒休むんですね。もちろん、セーフティーと重厚カバーはその都度やってくださいね。まずこれ、50秒を10回やります。終わったら、60秒10回と。いやー、久しぶりだな。何年ぶりだろう。50秒10回、60秒10回。今日寒いんでね、あんまり鳥が引く練習よりも、この方がいいかなと。なんで50秒やって50秒休むのかとかは理由は聞いておりませんが、どうなんでしょうか。何かあるんでしょうね。では2回目いってみましょう。あと50秒と60秒の差もよくわかんないんですけどね。まあ、こういう練習方法があるんですよっていうふうに教えてくださった方いらっしゃって、やっております。じゃあ2回目いきましょう。はい、スタンバイ、レディー、ゴー。よいしょ。で、終わったら、
鳥が落としてます。鳥が落としてます。シア落としてます。ですね。鳥が引いてます。で、これ50秒、60秒とやってるんですけど、まあ、いつも言ってますけど、最初の10秒ね、なるべく止まるように、ちょっとあえて50秒とか60秒でかかけてる感じですね。いや、いつも言ってるんですけど、これ、初めてこの動画を見て、いきなりバンってやってみようって、これ50秒、60秒はね、ちょっと危険だと思うんで、だん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 タイム伸ばしていった方がいいんじゃないかなって思っております。いきなりやっちゃってね、数字とかやっちゃうと、長引きますからね。じゃあ3回目ですね。もうこれだんだん分かんなくなってくるんでね、一応今ホワイトボードには書いております。さあ、3回目。行ってみましょうか。はい、では50秒3回目いきましょう。スタンバイ、レディー、ゴー。はい、3回目終了。いやー、長丁場、毎週やってたんですけどね、これね、昔ね、よくやってたね。で、なんか途中でね、副音声でタイム入れたりしてたんですよ、昔ね。いやー、昔は動画一生懸命編集してましたね。つっても大したことやってないけど、今ね、ちょっとソフトがね、あんまりやりづらいことになっちゃってね。さあ、次4回目でいいんだよね。はい。さあ、では4回目いってみましょう。もう大丈夫ね。はい、じゃあ50秒4回目いきます。はい、スタンバイ、レディー、ゴー。よいしょ。はい、4回目終了。あとちょっと私これ独自なんですけど、もうね、ここ数年、トリガーに指をまともに持ってこれなくなっちゃって、セカンドステージまで持ってくるのが至難の業。で、これ強制練習しながら、そんなことも一生懸命ちょっとやってるんですけどね。まあ、これは知らなくていい世界なんで、あまり詳しく知らない方がいいですよ、この話は。何言って、日本語がおかしくなってるね。さあ4回終了。次5回目ですか。あとなんか説明しとくことってありましたっけ。なんとなくいつも通りやっちゃってるから。まだ手大丈夫だな、今のところ。はい、じゃあ5回目いきましょう。はい、スタンバイ、レディー、ゴー。淡々と。
電話が鳴った。はい、50秒5回目終了です。ちょっと電話かけ直してきますんで、これ一旦切ります。ちょうど10分。はい、5回目終了したんですね。今はい、50秒休みですね。これカード足らんのかな。カード足らんってあれクレジットカードみたいだけど、GoPro になってこれちょっとね、ちらついてんすよね、蛍光灯ね。なんか直す方法あるらしいんだけど、ちょっと木曜日、こういうのに詳しい人来たら聞いとこう。すいませんね、ちょっとね、若干ちらついて見苦しいと思いますけど。まあ、続きは6回目。さあ、6回目です。半分終わりましたね、50秒がね。はい、じゃあ6回目いきましょう。50秒スタンバイ、レディーゴー。おー、メガネは曇って見えん。僕はあの左目が利き目なんですけど、これ右目、右のレンズだけ曇り止めしないと自然とブラインダーになるのかな。うわ、6回目終了。だいぶ効いてきたぞ、これ。さあ、とはいえ、あと4回ですね。50秒は。1回目はね、こう。まあ、今年本大会ね、まあ、9月なんで、いくらか涼しいかもしれないけど、マスクしながらなんで、これメガネ曇った時とかどうすんのかな。ね、一回外して拭きたいぐらいですけどね。後ろ向いたら OK とかなんかつくんのかな。もうなるべく曇らないようにしたいとこですね。はい、じゃあ7回目いきましょう。スタンバイ、レディーゴー。よいしょ。よいしょ。はい、終了。7回目終了。さあ、いよいよ50秒あと3回。どうですか、一緒に今やってる人いるのかな。ちょっと俺メモリーカードが心配ですね。赤くなっております。さーて、次8回目か。8回目ぐらいまで来るとね、だいぶもうそろそろ10が近いなというふうに思ってきますよね。まあ、これ回数を追うごとに喋る内容も薄くなっていくと思うんですけど、まあ、これはね、それはしょうがないですね。さて、8回目ですね。はい、行ってみましょう。まだ時間大丈夫ね。はい、スタンバイ、レディーゴー。
はい、8回目終了。さて、あと2回ですよ、50秒。もうすぐ、さよなら50秒。ということになりますね。そうよね。今度、岡山の公式、5月22日にあるわけでね。まあ、一応それを目指して練習してますけど、まあ、楽しみですね、岡山ね。ちょっと今週行ってくるんでね。まず楽しみですね。どんな甲子園になるんでしょうかね、果たしてね。と言ってる間に、構えてると長く感じるけど、喋ってると50秒あっという間にやってきます。さて、では9回目。行ってみましょう。スタンバイ、レディー、ゴはい、9回目終了。さあ、いよいよ次で50秒がラストです。どうですか皆さん、結構来てますか、手の方は。今7分か。50秒2回やると9分、当たり前だけど、どこで切るかだな。またすいません、ちょっと編集の方を今考えてしまいました。さて、次で50秒が10回ですね。前これ60秒10回とかも取ったんでしたっけ。まあ、ここから10秒増えるわけですけど、やっぱりね、なかなか長く感じんだと思うんですが、さあ、万感の思いを込めて、さよなら50秒、10回目いってみましょう。はい、じゃあ10回目いきます。スタンバイ、レディー、ゴー。よいしょ。はい、10回目終了。さあ、次からは60秒です。まあ、とりあえず、まあ、なんとなくこれで、まあ、半分つってもね、50秒と60秒なんで半分ではないんだけど、一応半分終了みたいなね感じですね。今何分なのこれ。8分。いやー、本当にもう老眼がひどくて、9分30秒か。どうしよう。11分まで大丈夫かな。次もう一回いっちゃおうかな。いけちゃおうかな。まあ、いっか。どっちにしろ、ここで一回止めよう。はい、ちょっと一旦止めまーす。はい、ではいよいよここから60秒いってみましょう。1回目はい、では60秒1回目いきます。スタンバイ、レディー、ゴー。さあ、60秒だ。
長っ。60秒長っ。はい、1回目終了。いやでも楽しいな、なんか楽しい。もういやなかなかね、年取ってくるとね、私もうなんかよくわかんないけど、まだ23ぐらいだと思ってたら実は53だったんですよ。先日気づいたんですけど、50過ぎるとね、年齢で震えますね。ほら、おじいちゃんとかヨボヨボのおじいちゃんとかなんか震えてるじゃないですか。まず年齢で震えてる。あともうこのところのあの酒だから、年齢と酒でも震えてるからもう大変ブルザイ。さあ続いて60秒2回目ね。まあそれでもね、自分のペースで楽しんでやっておりますが、じゃあ60秒2回目行ってみましょうか。はい、行きます。スタンバイ、レディーゴー。2回目終了。いやー長いね、やっぱり当たり前ですが。さあどこですか、やってる人いるのかな、一緒に。どうだろう、まあ長いんだけどまだ大丈夫かな。でもやっぱちょっとプルプルしだしてますね。いやー今日東京はね若干寒い。ここも13度ですね。昨日日曜日、今日月曜日なんですけどね、まあ月曜日なんでね、居住練習みたいな感じでやってるんですけど、来週どうしよう、来週からどうしようかな。来週ももう一回これ行っとくかな。再来週はちょっと遠征なんだな。いやー、そんなこと言ってるのもう8秒だ。では3回目行ってみましょう。はい、では60秒3回目いきましょう。スタンバイ、レディーゴー。おお、ちょっと今あえて呼吸をしてみたりしたけど、いろいろ面白いな。3回目終了。さああと7回ですよ。頑張ってみましょう。ということで、じゃじゃーん、載っちゃいました新聞に。ツイッターで一面って書いちゃったけど、一面じゃなかったねこれ。わかりますこれね、酒井さんとね、サバゲさんとさんと私で写真出ちゃって、すごい。これね、静岡東海愛知新聞っていうね新聞なんですけど、
この間のね、岡崎の公式取材に来てくれたんですね。ありがたいですね。さあ、と言ってる間に4回目行ってみましょう。さあ、もう4回目ですよ。はい、じゃあ行きます。スタンバイ、レディーゴー。あれ、時間は大丈夫ね。出したな、これ。来てきた。疲労というものも来てきましたよ、これ。4回目終了。いやー、1回止めた方がいいのか。もう1回ぐらいいっちゃおうかな。ね、ということで。止めます？記事。見えてんのかな？だって読んでみようかな。途中まで。岡崎市、厚生、なんていうもんだ、通ず、通る西2の岡崎シビコで20日、エアガンによる精密射撃競技の大会が開かれたと。NPO 法人日本エアスポーツガン協会と岡崎 APS 部が共催し、市内外から79人参加したとなってますね。さあ、続きはまだこの後で。さてと、5回目ね。さあ、では5回目いきましょう。60秒。スタンバイ、レディー、ゴー。はい、5回目終了。ああ、さあ、あと5回だ。ここで1回止めた方がいいのか。次、ぴったりになったら、そうだな。まあ、で、続き。APS はハンドガンとライフルのクラスに分けられておると、この日はハンドガンクラスが行われたと。参加者は5メートル先の的の中心に向けて2分間で5分で撃つのを、5発撃つのを、2回行うブルザイ。上下3段に設置された6メートル先の計15枚のプレートをめがけて3秒に1発の間隔で撃つプレート。6から10メートル先に5本置かれた標的の上下のようなシルエットの3競技に臨み、総合得点を競ったと。これすごいうまくまとめられてますよね。やっぱプロの文章は違うな。さあ、と言ってる間に、4、3、2、はい、ちょっと一旦止めます。はい、では行きましょう。6回目ね。あと5回ですね。メモリーカードも果たしていろいろ持つんだろうか。行ってみます。スタンバイ、レディー、ゴー。
い、終了。6回目終了。あと4回。来ましたね、もうね。ここまで。あと4回ですよ。そして、最後、先ほどの続きね。岡崎会場では競技のほか無料体験会や物販もあったと。主催者は皆さんが楽しんでやっている、もっと各地に広がればと普及拡大に期待を込めたと。市内では上里2丁目のベースエキチェンジにエアガン射撃場があり、無料体験会も実施しているとね。すごいね。そう、これが一面だったのね。東海愛知新聞ね、嬉しいですよね。私が撮ってる写真が、まあこれ酒井さんがね出てるんでね、ここら辺がメニューです。ああ、もう出てる場所じゃねえな。はい、では7回目いきましょう。あと4回頑張っていきましょう。はい、ではいきます。60秒7回目スタンバイ、レディーゴー。いやー、止まんなくなってきたな。さすがに手の方が。あ、やってる方もね、これ無理しないでくださいね。まあ、無理しすぎると良くないですかね。私まだいけそうなんでね、あと3回頑張ってみたいと思いますが、しびこさんでね、先日公式あったんですけど、まあこれ嬉しい話なんですけどね、しびこさんでいつも使わせてもらってたあの場所がね、テナント生まれらしくてね、いよいよ、だから一応多分前回でしびこさんでの公式最後になったと思うんですよね、多分ね。まあ、あの、なんでしょう、感慨深いものが非常にあるんですが、まあね、あの、使えなくなっちゃうのは寂しいんだけど、使わせてもらった身としてはテナントが生まれてたのは本当にいいことなんでね、良かったですよね。まあ、次また新しいところを出てきてくれるんでしょう。さて、では8回目いきましょう。はい、スタンバイ、レディーゴー。まだ動いてるよね。はい、8回目終了です。いやー、あと2回ですね、いよいよね。いや、久しぶりにやったけど、まあ、ここのとこちょっとあれかな、先週はね、そんな打ち込まなかったんですけどね、まあ練習してたんで、まあまあ手の方持ってるかなって感じですが、今日ちゃんとね、シップしたいと思いますよ。まあ、ということでね、しびこさんもね、ほんとね、もう何年なんだろう、少なくとも5年ぐらいは
通ってんだと思うんですけどね。まあなんか寂しいですね。でもね、ちょっとね、まあでもね、埋まってない。だんだんテナントが減っていくのも見てきたから、本当良かったですね。さて、では続いて9回目、いよいよあと2回ですね。行ってみましょう。はい、では9回目いきます。スタンバイ、レディーゴお、また電話が鳴っている。ちょっと誰かだけ確認してこよう。なんとびっくり。超有名な人から電話でした。仙台のとある方から。後でかけ直そう。さあ、言ってる間にいよいよ次ラストですね。さーて、まああの岡崎の方はね、また観光協会さんが最近なんかすごいベースエピジェンさんの闇ちゃんとね、なんか久しぶりにしてくれてる、親しげって変だな、なんか見てくれてるみたいなんで、どっかね多分見つけてくれると思うんでね、また楽しみですね、それもね。さあ、ではラストいきましょう。はい、万感の思いを込めて10回目。はい、スタンバイ、レディーゴー。はい、終了です。さあ、なんとかやってみました。地獄の居住練習、50秒10回、60秒10回、一緒にやっていただいた方いらっしゃるんでしょうか。本当お疲れ様でした。まああのくれぐれもあの何でしょう、自分の体のケアしてくださいね。まあこんな感じでまたちょっとやってみたいと思います。で一応ね、5月22日でいいんでしたっけ、今度岡山でね、公式が行われます。初めてです、岡山でやるのは。でちょっと今週ね、あの電車で行ってみてどんな感じで行けるのかなっていうのをちょっと動画に収めていきたいと思ってて、ちょっとねサッカーマンでね、ついでにね、ついでにどっちがついたかも分かんないけど、まあそんな感じでちょっと行っていきたいと思います。まあこんな感じでまた練習ね、皆さんご一緒に付き合っていただけたら嬉しいです。はい、ということで最後までご視聴いただきありがとうございました。一緒に居住練習ね、地獄の居住練習やっていただいた方、お疲れ様でした。ではまたやりましょう。失礼します。